クリスティン・ガイリン・ハリス・スチュワートは、アメリカ合衆国上ジ,ジア州アトランタ出身の、プロ野球選手、右ト左打。MLB のデトロイト・タイガース参加所属。2015年の MLB ドラフト一巡目追保で、デトロイト・タイガースから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・タイガースで、プロデビュー。A-9 コネチカット・タイガース、A 級。 ウェストミシガンホワイトキャップスでもプレーし、3球団合計で71試合に出場して打率。285、10本塁打四44打点、5盗塁を記録した。2016年は、A 級レイクランドフライングタイガースと AA 級エリーシーウルブズでプレーし、2球団合計で128試合に出場して打率。255、30本塁打八87打点。 三盗塁を記録した。また、7月には、オールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2017年は、a 級エリーでプレーし、136試合に出場して打率。256、28本塁打、86打点、三盗塁を記録した。 2018年、マイナーでは、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・タイガース、トリプル A 級、トレド・マット・ヘンズでプレーし、3球団合計で125試合に出場して打率。263、25本塁が、80打点を記録した。9月9日に、メジャー契約を結んで、アクティブ・ロースター入りし、同日のセントルイス・カージナルス戦で、メジャーデビュー。 この年メジャーでは17試合に出場して打率、267、2本類打、10打点を記録した。2019年は104試合に出場して打率、233,10本類打、40打点を記録した。2020年は36試合に出場して打率、167,3本類打、9打点を記録した。千二十一年四月一日にフェとなり、 6日にマイナー契約となった。ありがとうございます。